決勝ヒートは14周。それではスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー2番 AP スピードウィズサブラ安藤優。さあ逃げ切れるか安藤、久しぶりの優勝に向かって走っていくことになります。前回優勝したのは去年の第3戦7月のレース。気持ちはどうでしょうか。じっと前を見ています安藤です。続きましてセカンドスタートカーナンバーは3番 AP スピードウィズソブラ岩崎彩人。前回に引き続いて今回も両方のクラスを制していくのか。セカンドからのスタート。3番グリッドカーナンバー34番ピーターパン下野リオ。目指すは安藤優ただ一人というところで盛り上げ期待しております。続きまして4番グリッドはマスターズのポールになります。カーナンバー1番ワイズファクトリーレーシング春日正信。いいねいいね、行くぜという感じです。続いて5番グリッドカーナンバー11番フィオーレモータースポーツリンカーター。周り応援団が多いです。そして6番グリッドカーナンバー99番ワイズファクトリーレーシングサイメン直明。7番グリッドカーナンバー27番ワイズファクトリーレーシングウィズアウトシェル岡田久男。そして8番グリッド御年71歳走りますハリーカートファクトリー大谷春夫。大谷さんはもう本当無事に帰ってきてくれたらそれだけで最高齢ミッションカーター賞を差し上げましょう。考えたらね、ミッションカーター結構ね、もうやめる、もうやめるって言いながら60代の人とかいるんですよね。こんなにきついのに。関西地域では K1 ミッション転生シリーズが行われておりますが、そちらでも矢野正和さんとかね、大ベテランが走っております。いくつになっても楽しめる障害スポーツというところを体験してくださっているかのようなこんな皆様となっております。さあ14周の決勝、肝となるのはやはりスタート。安藤と岩崎、そして下野はどんなスタートを見せてくれるのか。春日はそんな平然とクラスのドライバーたちに食い込んでいくことができるか。最終コーナーからスターティンググリッドに着きます。この長い週末のラストレース KZ と KZ マスターズ、決勝はドライコンディションで、さあこのハイパワーエンジンとハイグリップタイヤどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。後方グリーン、前方レッドフラッグマン退避、シグナルレッドからブラックアウトスタート。岩崎スタートだが安藤も1コーナーはこれは守れる、これは守れます。さあそして3番手には下野がちょっと出遅れまして、代わって春日が上がってまいりました。さあヘアピンです。どうだみんな超ブラブレーっととちょっと下野リオがブレーキングちょっと見せて立ち上がりシフトが入らなかったか、慌ててシフトを入れたのが見えました。さあ今のスタート前の2台が落ちれば岩崎彩人がいいスタートを切っていきましたが、安藤優の前に出るところまではいきませんでした。予選の時には安藤が後ろを離して逃げ切りましたけれども、決勝はどうなるか。後ろぴったりつけてくる。最終コーナーから立ち上がって安藤と岩崎テールトゥーローズに持ち込んでいきます。3番手は春日が単独。さあこの前の2台のバトル次第という位置にいます。3番手春日、4番手下野、5番手には凛、6番手サイメン、7番手に岡田、8番手に大谷となっている。ヘアピンからタコツボへと向かっていきます。トップ2まだ動きはありません。
触です。また立ち上がりのタイミングをずらすことによって後ろのシフトの入りを調整することができるなんていう、そんな技も炸裂するのがこのミッションカートです。さあ1コーナーから2コーナー、さあここで情報が入ってまいりました。カーナンバー11番リンカーターにフライングジャンプスタートのペナルティが出るようですね。判定が出ちゃいました、やっちゃいました。さあということでリンカーターはでも この今日はですねボール取ったわけですから、このメンバー相手にあのリザルトはもう額に飾っていいんじゃないかなと思います。一旦マイクストレート、トップアンド2番手岩崎を落として、3番手争いで赤坂の後ろ下野リオが近づいてきた。今シーズン開幕戦に参戦した時は安藤優に対して、え、私に勝てるつもりでいるんやと言ってました下野リオですけれども、実際のところまだ安藤には勝てておりません。まずは前の勝野をなんとかせねばという状況になっています。そしてトップ2なんですけれども、安藤がいい感じでリードしていますね。さあ3番手4番手争いも接近しているので目を離せない。タコツボ下野リオが飛び込んだ3番手争い、立ち上がって下野リオ3番手入場。春日はバックストレートエンド、ここでは返せません。絶対的な速さとしてはやはり下野の方に軍配が上がる。この KZ 下野ここから前のバトル次第となっています。安藤と岩崎、ちなみに安藤は岩崎以外のドライバーに負けたら頭を全部取るというあの約束が継続されているそうです。しかも今回は本人自ら言い出したという情報が入っています。本当なのか亀ちゃんのガセネタなのか分かりませんけれども、本当ガセそんな格好だと思いました。さあでもでもですね、あと今のところこの状況だったらまあバトルして岩崎とというところではないかというふうに思います。KZ と KZ マスターズ、これで5周が終了です。レースは3分の1が終わりました。最速をマークしています。ペースを上げています。岩崎がちょっとついていけない。安藤に対して岩崎がついていきません。 AP スピード with ソムラなのでマテリアルはどうなのかなというところを比べたいんですけれども、トップの安藤はドラゴンコルセ、ドラゴンコルセを使用しています。でセカンドの岩崎綾人はトニーカートに乗っています。でもってですねエンジンの方がちょっと登録なんですけど、KZ は、ね、TM だったりボルテックスだったりいろいろあります。さあどれを使っているのかわからないんですが、同じチームメート同士ですけれども違うマテリアルを使ってそうだ。さあイケイケゴーゴーのサインが最終コーナー観客席からも送られています。3番手下野に対して4番手春日もこれ離れないですね。春日もかなりイケてそうですね。下野リオはセクター1とセクター2で自己ベストをマークしてこの1周帰ってきました。さあトップ2のタイムギャップはコンマ6秒というところで7周終了。レースはここからが後半戦となります。安藤優の後ろには岩崎綾人、しかしスタート直後のような緊迫感はありません。3番手下野の後ろには離れずについていくパスが、そしてリンカーター、ジャンプスタートっていう判定が出たとはいえ素晴らしい走りっぷりを見せています。今日の朝なんとバステストゴールを獲得し OK ドライバーに勝ったっていうお土産を持って帰れるのがリンカーターですからね。もう後々まで語りますよ。昔のあの皆さんが俺小林カムイに勝ったことあるみたいなね、あんな感じでゆくゆくは岩崎綾人をタイプトライアルで負かしたことがあると言えるようになるかもしれません。
さあ現在5番手カーナンバー11番のリッカーさんは鎖骨にアプローチをしていきます。その後ろ西面直明、さあこの西面直明も独特のキャラですよね。あの本人のヘルメットを脱いだ姿からはミッションカートでブイブイ走ってるなんていうのはあまり想像できないような、そんな失礼ながらそんな感じのドライバーです。でその後ろには長年にわたりカートを楽しんでいる岡田と、さらに長年にわたりカートを愛してくださっている大谷春夫と、そういう状況になっております。さあレースの方は後半に入っています。トップ2のタイムギャップなんですが、コンマ811というところで、現在トップ2はほぼほぼ同じタイムで周回をしておりますので、縮まっていくのか離れていくのか微妙なところです。で一方下野梨央と春日正信の2人なんですが、こちらはちょっと春日が苦しくなってきた。下野は安定してるんですけど、春日がチリチリっとねちょっとずつ前から離れ出しました。マシンが揺れるシーンも見受けられる。無理もありません。このミッションカートは片手でこのハイパワーのとんでもない G です。 2.5G ぐらいあるってね、この前もみちゃん言ってましたけど、 KZ だからもっとありますよ。この G をですね受け止めていかないといけないわけです。ある意味ですね、まあ、大きいものとロックシッターのものとどっちがしんどいですかっていうね、あの質問を佐藤亮斗がツイッターで答えていたんですけれども、まあ、あのこのシフターはシフターでものすごく腕の力とか使いますみたいなね回答をしていました。佐藤亮斗 OK とどっちが辛い、うーんって悩むぐらいの体力が必要なのがこの KZ あるいはロックシフターといったシフタークラスとなっているわけです。その中で最後まで集中力を切らさず走らなければいけないというのは並々ならぬことだと思いますが、さあ春日気を取り直してきましたね。春日が気を取り直して44秒2と下野梨央を上回るタイムを叩き出し始めました。トップ2の安藤と岩崎はこの2人だけが43秒台、43秒79と43秒93というところで走っています。ちなみに43秒6というのをね、このレーストップタイムとして出しています。ちなみにコースレコードは42秒台となっています。さあ残り周回数は2周です。残り周回数は2周、トップ安藤、2番手岩崎、3番手下野、この3台が KZ のトップ3、そして KZ マスターズの方では春日、凛、岡田の3人が上位3位までということになっておりますが、 KZ はですね、ちなみに優勝ドライバーだけが暫定表彰の対象となりますので、今のところは安藤とそして春日ということになりました。春日気を吐いておりますね。気を吐いております。残り周回数が少なくなってきて、もう行ってまえぐらいの感じになってるかもしれない。最終コーナーから立ち上がって春日ホームストレート、下野梨央を捕まえることができそうだ。1コーナーから2コーナー、さあ3番手4番手接近していきます。下野梨央タイミングを見悩んでいるところを後ろから春日が近づいてくる。さあ下野落ち着いてさばいていくことができるでしょうか。もつも春日あとちょっと届かない。そしてトップは今回こちらのドライバーが去年の7月以来久しぶりの優勝ということになります。最終コーナーから立ち上がってまいりました。チェッカーとフラッグに飛び込んできますのはボールトゥーウィンです。カーナンバー2番安藤優、2番手岩崎綾人、3番手西本梨央、マスターズのトップは去年のチャンピオン春日正信、そして2番手にはリン・カーターがチェッカーにやってまいりました。また西面直明、そして大きくうちの50代なんだよというふうに言っている岡田久男、さらには鈴鹿選手権でも71、72っていうドライバーいます。もうそれも十分尊敬に値するんですが、ミッションに乗ってる70代はそうそういない。大谷さんお疲れ様です。さあ以上ですね、電車チェッカーということになりました。おお、そのドライバーたちをなんか祝福するように日が差してまいりましたコース上です。この後雨が降るとは思えないようなそんなひとときの日差しとなっています。
本日のラストレースミッションカート、選手たちが拍手で迎えられます。ありがとうございます。安藤優は思いっきりガッツポーズをしながら帰ってまいりました。